例えば、今、作家もやってるいや、もういいいい作家って言われることない、素晴らしいですね、やっぱり構成があって、女の人あのいい回しはね、とかあれはやっぱりう普通、若手の作家じゃ出てこないですよね、今、小原さんがやられてるようなことはとか言われたら、仕事だからって言っちゃいますよね、ちょっとひねくれてんじゃねえよ、みんな悪こじらせしてる、だめでしょ、それ。正解ですよね まだまだあういでもそういうとこに気づいていただけるのは本当に嬉しいですって言ったらいいのよそうですか福山さんと思ってよりもギター上手なんですねとかって言われたら何だった今今今のののくくなないい いや、それを今は悪い例を。悪い例がよ、そ悪い例を出しないそんなんで言われたら、福山さんって怖い人だったよとかって言われるじゃないですか、絶対なんか。そう、いや、特に僕なんかそうです芸能人とかね、まあタレント俳優さんっていうのは、前も言ったじゃん。2種類の見られ方しかないって。なるほど。いい人か嫌な人の、この真ん中っていうのはないんですよ。普通だったよってないですもんね。そう。もう、あの、レストランでも、スーパーでも、コンビニでも何でもいいんだけど、 気さくに振る舞ってれば、この人、最高にいい人になるけど、普通にしてただけで、無愛想とか。芸能人大変だな、芸能人大変だよ。<laughs> 頑張って気さくに振る舞わなきゃいけないですもんね。<laughs> そうだよ。多少慣れ慣れしくされても、まあ、そこをぐっとこらえて、まあまあっていう。まあ、必要以上に頑張ることはないけども、まあ、あのー、普通にしてればいいんだけども、でも、あのー、このね、綾、はい、子ちゃんみたいに、うん、自分の感情を上手に、普段から表現、上手とか、あのー、 ストレートに表現できない人ってのは、それは当然芸能人だっていますよ。僕だってそうですよ。僕だってそんな、いやとかそんな感じじゃないですよ。どうも深山です。誰もみんなね、あ、どうもあ、どうもあ、どうもどうもあ、どうもすみません。まあまあ。でもいますよね。別に私悪い意味で言ってないですけど、誰とでもこう、なんかこうね、どん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 こう、ぐん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 ってブレンドされる方っていらっしゃいますよね。全員退職をして、みたいな。だからといってそういう、 ね、もちろんそっちの方が喜ばれるし、はい、あのいい人ということになるんだけども、全員が全員芸能人だから、スポーツ選手だから、えー、割と顔が知られてるから、全員がそういうふうにできるわけじゃないんだそうですよねそうだ、うん、でも逆にもう、絶対に俺に話しかけるなよみたいな、そういうほら、コアオーラみたいなの出してる方もいるじゃないですか、ねあ。なんかさ、はい この人なんか思ったよりもなんかこう、なんでそんなに苦み走った顔でこう周りに睨み聞かせてんのみたいな、そういう防衛の仕方してる人いるよ、ね。いますね、はい。だからそれ、もちろん近づかないですけど、絶対に話しかけるなよでしかもなんかこう、はい、ちょっとこう、悪っぽく振る舞ってる人とかさ、はいはい、なんかこんな、なんかこんな感じでしょ。はいはいはい 近づくな、近づくなよ、絶対。僕は良くないと思います。まあまあ、でもその方ずっとそうやってきたから、もうそれになっちゃってんだろ、急にね。それは多分、あの、その方なりの防、防御法なんです。そうですよね。きっと今まで嫌なことがあったんですよ。ああ、普通にしてると、うーみたいな感じで来られると、そう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 。なんかあったんですよ、絶対。僕だってね、若い頃そうだったよ。あそうですか。若い時ってのは、やっぱり、あの、見てる側の方がやっぱり上から来るから。ああ。例えば、二十、 たけるとかさ、はるまとか、うちで言るとね、あれくらいの年齢だと、なんか、ほら、もう30ぐらいの人でさ、なんかばったりこう、どっかで、ね、ごはん屋さんであって、はいはい、あ、佐藤君、ちょっとほら、サインしてもらってもいいみたいに言われることあると思うよ。見てる見てる、応援してるよとかって言われて、そう,そうそうそう、<ー>上から来られることあると思う、はははは僕だってそうだった。<laughs> そういうときには、だから、うんと思っても、まあ、怒られけにいかないし、みたいな。 かといい気持ちではあんまり、まあちょっとね、そうなんですよ。だからそういうことが多かったんで、僕はどういう方法を取ったかというと、もう外に出なくなった。もうめんどくさくてまあ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 。でもね、今はやっぱり年齢が年齢になってきたから、もう年も年だから、そんなこう、わあ、もう見てるみたいにはやっぱりならないまあまあ確かにね、それは。ははいい だから大丈夫にはなってきたんだけど、若手だと結構大変だと思いまあね、そこでもちろん怒っちゃいけないし、かといって、しょうがないから、ありがとうございますみたいな感じで、あすいません、はい頑張っております、ありがとうございますみたいな。でもその感じって、すぐ伝わるじゃん、なんかさ、なんか嫌なんだなみたいな感じがさ、なんか特に酒酒場で酒なんか入ってるとさ、嫌なのみたいに言われることもあるじゃん、可能性として。だから多分そのこわもてオーラを出してる方っていうのはきっと、 そういうことが以前あったんだろうねだからもう絶対に話しかけなくてもいいし、もう絶対こっち見なくてもいいからみたいな、スコーッ、頭はまきスコハマはまきっないや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 、もうシャツパク開けて、もう胸毛ばほーみ誰やねん、誰一人もいないから、一人もいないいやいや、でもそれはまあ、大変だと思いますよ。そそそううう